どうも、フィッシャーシュークです。ペケタン、本日の動画はですね、ペケタン！はい！君は、何部だった？俺といえば、卓球部？まあそうですね。部員少なかった？まあまあ多かった？ただね、減ってった。いや、初め、20人ぐらいいたの。あ、いたね。うん。結構成績も残した。だから成績も残すたびにどんどん厳しくなるでしょ？なるね。最後、7人ぐらいになった。残りの13人は？なくなった。人数が少ないと、はい、練習も少し工夫しなきゃならないと。2人いてこうラリーをするわけじゃないですか。これ俺1人でできると思うんですよ。俺やってみたことあるのすげえ難しいよ。超疲れたよ。今日じゃあ君の夢が叶う時だね。おおお君も思ったと思うんだよ。卓球これ1人でできたら練習無限にできるのにと。相手いらんよ。こんなおもちゃが海外にありました。はい、こちらでございます。面白い見た目してますねこれ、はい、ラケットとテーブルが一緒になってるんですよ。ボールもついてて、うん、卓球ってこうやるわけでしょ、うんうん、テーブルとラケット合体したからコン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 ってラリーを自分でさせる。ネットが光ったりするらしい。え、何は？こういう夢のゲームがもう生まれてしまった。まあそれ夢だよ。確かに卓球は、まあ、一人でできないからやめちゃう人もいる。だからそれをさせないためだよ。みんな卓球やれよ。じゃあそうだ。競技人口増やしにかかる動画。いや増やすよ。じゃあもうこれ開けてみましょうか。はい。ものすげえツルツルの球出てきた。すげえツルツル。卓球台に電池入れられるじゃん。そうなの。このテーブルを持って行う競技です。なんかね、形がさ、四角じゃないんだな。そうだね。ここがなんか丸いね。ね、ここ尖ってる。すげえ、カバーがラケット。おー、来た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 。はい、こちらが、今回使うラケット兼テーブルです。なんかここにね、引き金があるんですよ。引き金？うん。多分ここの黄色のボタンと関係してるっぽい。おう。Welcome to Tiny Pong. Our current record is zero. Tiny Pong って言います。このやつ？これ。ピンポンから取ってるんだね。ちょっと俺らでもやってみていい？あ、一回ね。うん。その後にちょっと君に楽しんでもらいたい。OK。差がわかると思うから。ボールを置きます。はい。こんな感じでボールを置きます。ボタンを押す。はい。うん。すると、これが発射されるんで、うん、ラリーする。あ、なるほど。じゃあ、このタイニーポン、今からやってみたいと思います。いきます！はい。You'll get the hang of it. Score zero. 0点です。あっという間に終わったし、ちゃんと落ちたの分かるんだね。そうだね。すごいね。すごいね。すげえ。じゃあ、お前下手やって言われたんだ。そうだね。そんな口悪くない、うん、でもゼロって言われて。でもお前そんなこと言うから7人になったんじゃないの？そうだよ。そっか。あいつが悪いんかい。違う、俺が言ったわけじゃないよ。俺、部長じゃねえし。待って、めっちゃむずい。Oh, man. Score four. We have a new record. I can't believe it. 4回バウンドしたってこと？いや、マジでむずい。待って、嘘。舐めてっと痛い目合うぞ。いや。なんかテンション低くね、こいつ。スカラファー。100回ぐらい続けないと、こいつのテンション上がらないから。鼻で笑う。え、大丈夫、大丈夫、大丈夫。楽しそうだな、こいつ。ガッ！うまい！うまい！うまい！何？あ、なんか変わった音楽。10回はでも行ったわ。お最初のこのバウンドがやっぱコツつかまれて難しいから。ちょっとじゃあマサイやってみる。おやりたい。うん。ねむずいっしょ。バカむずいね。もう一回いいよ。いいよいいよ。おいテーブルがそんなことなるか。卓球は天地無用なんですよ。ひっくり返しちゃいけないの。卓球やってないやつがやると最初はこんなもんですよ。そんなもんすよ。でこれやってるとどうなのかっていうことだよね。黒いとこ見してほしいね。プレッシャーやばくね。100回ぐらいちょろいでしょ。100回ちょろいっすよ。100回ちょろいっしょ。待って、重っ。いやそれは使わん使わん。いきます。
当むずい邪魔これ邪魔これいやでも初回の数は一緒に喋れよ一緒に喋れよ何言ってか分かんなかったよこれで人口増えるかもしんないんだよ卓球は増やす増やそうタイ日本の人口増やすわじゃあタイ日本の人口そうねそれは別にはせーの今すげえ飛んだ今ありそんなまだ毎回ね、うん、だからそれタイミング悪いよ集中さあ緊張じゃないあネットイン何回だったニューレコードとは言ってた知ってるだから気になったんだよだんだん更新していこう、うん、よしエッチもう低いうまかっただけ相手の話を止めるなよしフォーティー、ウィーハブニューレコード。40？ 40。やるやん。音楽がうるせんだよ。めっちゃうるさいんだよ。俺が一回ちょっと50までいってやるよ。はい、じゃあ頼むわ、じゃあ任せな。ペケは負けず嫌いだから、うん、俺が一回50いって、そしたら多分そのまま100いくと思うんだよね。そうね、越さなきゃいけないラインができたってことだね。喋らせろ。いくぞ。忙しいな、あいつ。チャイニーボーイ！お前が言うんだ。行け！独自使い一回下がれちょっとずつ塗り替えてこうしたら俺の次まさにだ行け！ぶつけたぶつけた
7. ありました。失礼。ここに当たりました。出た出たこれ。めっちゃおもろいじゃん今の。でもマジで楽しい。おお、ちょっとかっこよかったね今。うん。バスケ部が卓球部の人口を増やすときだった。一人ずつ卓球部が減ってってる。減らすな。相談なんだけど。何？卓球ネットなくさね。そう、卓球じゃないだろ。おお。お前ゴールないバスケ見たことあるか。ダメロンだ。ゼロ。帰宅部が卓球部の人口を増やす時が来た。すごい。すごい。帰宅する奴らみんな卓球部に入れ。お前が入れよ。帰れ。一人呼びたいやつがいる。もう呼んでみる。おい、囲碁部。おい、囲碁部。なんだそれ。なにこれ。わかった。ちなみにな、卓球部は105点を出した。105回やったってこと？そうだ。暇かよ。は？むっつ。囲碁部もやればできるだろ。え、これを囲碁やりゃいいじゃん。さ、あのさ、サーブのさ、どっち打つかさ、だけ教えてくんない。うん、ほんの、お前さ、相手にそれ言うのかよ。卓球の時相手に言うのかよ。相手に言うのかよ、それ。卓球の時相手に、お前サーブ悪いよっていいコースにやってきたってお前言うのか。待て待て、落ち着けよ。俺が言ってんのは、こっちのコートに行くのか、向こうのコートに行くのかってお前普通わかるだろ。おっ、おい、それはお前のミスだ。お、これはお前がやってんだ。一人で人のせいにすんなよ。分かった。なんだこの寸劇。おい、ゴールのないバスケ知ってんのかよ。おめえさっき言われてたよ。ちょっとそこだけ聞こえてたよ。動画見てくれてありがとう。ツインダイヤセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてするぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。